帰りなさい、一さん。ここは24時間365日眠らない地方病院。何か嬉しいことでもありましたか？新しい常勤医師がやってきた。久しぶりだな、栗原。初！夕方定時になるとすぐ帰る。夜は連絡が取れない。困ります、新郎先生。今日は無理だ。そういう態度は主治医のそれではない。狂ってると思わないか？そうやってお前がいつも病院にいるってことは、その間ずっと家族のそばにはいられないってことだ。栗原、夫婦って何なんだ？一さんの悪い癖です。苦しい時に限って私がいることを忘れてしまいます。ある！抜きた先生、皮肉なもんね。やっと手にした時間が病院の中だなんて。医療はボランティアではありません。ビジネスです。医師の話ではない、人間の話をしているのだ。俺にはさ、もったいない女房だよな。そばにいなくても気持ちは寄り添える。それは全ての愛が詰まった希望のカルテ、神様のカルテ2。